ですね、撮影しながら行っておりますが、NHK 党がですね、総務省の方にお越しいただいて、まあ、先般ですね、NHK の放送、国際放送ですね、による、まあ、事実ではない、まあ、尖閣諸島が中国の領土だという、まあ、ね、その他もありますが、不適切というよりも、まあ、事実と異なるですね、まあ、発言、まあ、放送を行ったことについて、ちょっと総務省さんの方にまず冒頭説明をいただいて、こちらの方から質疑をさせていただきたいと思います。じゃあ、総務省の方、どうぞ。はい、お願いします。すみません。じゃあ、冒頭、すみません。ご説明させていただきます。はい、お願いいたします。本日、大きく3点説明してくださいということで、はい、依頼を受けていると思います。まず1点目でございます。はい、NHK の国際放送、こちらの発言におきまして、こちらに対する総務省の受け止めというところでございます。はい、総務省といたしまして、まあ、やはりこの国際放送、非常にまあ重要な役割を担っているというところでございますし、それを担うその公共放送としての NHK、こちらのですね、やはり使命の方にまあ反するような事案であったということで、大変こう遺憾に思っているというところでございます。先ほど滝川さんからもお話ありましたけれども、はい、発言の内容ですね、内容につきまして、まあ、事実と異なる、まあ、我が国のですね、立場と全くこう相入れないものだというふうに考えております。まあ、総務省としましても今 NHK に対しまして原因究明再発防止というところを求めているというところでございます。まあ、本当に改めまして、これ公共放送ということでして、国民視聴者のその信頼を損なうような事案でございます。社会的責任ということを自覚いただきましてですね、再発防止ちゃんとこれやっていただく必要があるというふうに思っているというところでございます。で、2点目でございます。刑事告訴を、まあ、NHK が検討していると聞いているが、そのことに対する総務省の考え方ということでございます。これにつきましては、必要なこと、これはもう当然やっていただく必要があるというふうに考えております。で、具体的なやり方の部分ですけれども、今その刑事告訴も含めまして、まあ、いろいろ様々あるというふうに思ってまして、そこはしっかりとですね、検討いただいてきちっと対応を進めていってほしいというふうに思っているところでございます。それから3点目でございますけれども、背景の調査を徹底的に行うべきだというようなご意見が有識者の方からあったというようなこと、それから立場様の動画での5分少しの動画でいろいろご見解を述べられているものに対する見解ということでございますけれども、まあ本当に先ほど申しましたけども、やるべきことはしっかりとやっていただく必要があると思ってますので、そこの背景の調査等についてもしっかりと対応していただきたい。そして総務省としてもこの原因究明というものを求めているというところでございます。方ですけど、冒頭、はい、ありがとうございます。はい、で、まあ刑事告訴っていうのは、まあ、犯人が一人の場合という前提だと思うんですよね。まあ一人っていうか、まあ、NHK 側が被害者という前提だと告訴になると思うんですが、はい、これもやってるのがスパイ、いわゆる中国という国のスパイっていう疑いはどうしても晴れないとなると、はい、その NHK も共犯者の疑いはやっぱり拭えないと考えてるんですけども、その辺の議論というのは特に総務省さんの中で行われていないんですか。ですね、はい、そこは、まあ、可能性として、はい、いろんな可能性は想定しておかないといけないというふうには思っておりますけれども、そこはちょっとまず NHK に対してまず原因究明を求めているところですので、まあ、そこを見て、考えていきたいというふうに思っているという状況でございます。現状はそういう状況です。はい、NHK の刑事告訴というのは、はい、まあ、事件起こってもう3週間は経つと思うんですが、そうですね、はい、どんな進捗状況というか、こんなのそんな時間かかるものじゃないと思うんですけど、1日を使ってできるものとは考えていないですか。そういう人ですね、はい、現状を聞きしているところだと、まだやり方含めて検討している段階というふうに聞いてまして、やり方含めて検討してるって、こんなの一般国民でもすぐ分かるじゃないですか。警察にまず相談に行くことですよね。はいはい、それはしていないんですか。いわゆる犯罪被害だったら通常110番ですよね。はい、
通常はね、それがしてないのは分かりました。でも、その後犯罪の被害者があれば、適切に、まあ、可及的速やかに、通常はもう翌日、当日に、警察署にまず相談に行くっていうことになろうかと思うんですが、はい、その辺の事実確認もされてない。ですね、そこはちょっと今、確認されすらされてるの、どこまでやってるか、舐めてるのかっていう話ですけども、はい、国の電波が乗っ取られたんですよね。国民共通の財産という電波が乗っ取られた、泥棒にあったというか、不適切というか、もうスパイに使われたっていう、そういう事件が発生しているのに、いまだ警察に届けたかどうかすら把握してるってことですか。まだそこには至ってないというふうに聞いて、警察にも届けてないことを確認したってことですか。はい、ちょっと呆れてもらおうがいいけどな。総務省はこれは犯罪であるという認識ではないんですか。今の NHK の捜査、調査報告を聞いた上での、それが事実という前提で、それは犯罪だという認識なんですよね、今の説明だと。ですね、犯罪かどうかっていう、まあ、今まさに、詳細な、その報告、原因究明を求めているところなので、ちょっとまずはそこを見てみてということで、はい、考えて。先ほどの説明では、刑事告訴するべきだという。認識をされているように聞こえましたけど、僕の聞き方がおかしかった。いや、NHK さん、それを刑事告訴も検討するというふうに言われていると思ってますので、はい、やり方いろいろあると思うので、はいはい、そこはしっかり NHK さんの方で検討いただいて、お答えいただくということが必要だ。これでも被害者って NHK なんですか。総務省というか国じゃないんですか。これ業務委託してる仕事ですよね。NHK の本来業務もありますけども、はい、そもそも国が NHK にお金を払ってやってもらってる仕事ですよね。はい、国際放送。ですね、はい、おっしゃる通りですが、まあ、ご説明いたしますと、はい、NHK の国際放送というのは、一部その要請放送という仕組みがございまして、旧、ね、命令放送で、今は要請放送というんですよね。そうです。こうしてください、この放送してくださいって要請をしてるから、はい、国はお金を払ってるんですよね。はい、そうです。これは国際放送だけですよね。日本の通常の7時のニュースとか、はい、NHK がやってる NHK スペシャルとか、大河ドラマには、ね、はい、国にお金一切出してないですよね。はい、そこをものすごい明確にしなきゃいけないと思うんでね、はい、国民の皆さん聞いてらっしゃるんで。だから、国際放送においての犯罪行為があったという認識を、少なくとも我々はしてるんですけど、国はまずその認識はないんですか。いや、ですね、その仕組みは、NHK さんに対して、こういう放送事項を指定して、要請をするということになってます。で、その費用は、国費の方で負担をするというような制度になってます。ただ、その放送の実施主体としては、NHK ということになりまして、そこは NHK として最後責任を持ってやっていただくという部分になるので、まずはそうやっぱり NHK さんのそこ の, 今調査をされておりますから、うん、そこをまず見てみないと、うん、っていうふうに考えていると。だから NHK がその中国人からの被害に遭ったという前提で総務省さん今考えていません。 NHK がグルになって総務省さんのからの業務をね、妨害したっていう疑いは持っていないんですか。いや、ですね、そこは、特定のどっちかとかっていうことではなくて、はい、そこは可能性として、あらゆる可能性っていうところは、ね、思っているところです。だから総務省さんが警察に告訴状を出すっていうことはおかしくないんじゃないですか、むしろ。まあ、何が言いたいかっていうと、これ NHK にも言ったんですが、なぜ司直の手を入れないんですか。警察、検察の手を入れさせないんですか。そうこうしている間にどんどん証拠が減っていきますって隠滅されていきますよね。なんでそんなことするんですか。総務省として警察に相談行ったんですか、被害者として。いや、
現段階ではまだですけれども、そこはあの、まあ、すみません、繰り返しになりますけど、だって中国のスパイが動いてるって見るのが普通でしょ。これいたずらだと見てるんですか。いや、そういう見方、中国からの命令を受けた日本にいた中国人、中国籍の人がこれは日本国に対しての攻撃というか、いわゆる領土は俺たちのもんなんだって主張することによって、はい、国際的に尖閣諸島が中国のものだということを国際的に認めてもらうための一つの、まあ、戦略政策としてやったと見るのが自然ですよね。だから国際放送を使ったんですよね。国内放送じゃなくて国際放送を使ったと見るのが自然ですよね。そうすると国が被害を受けてるんだから、国が直ちに警察に被害届出さなきゃいけないんじゃないですか。その機能はされてないんですか。現時点では、繰り返しになりますけど、この調査の結果を、だから NHK の調査の結果を待つだけで、国としては警察に踏み込んでくれと、 NHK のそういう当日の放送の時にいたスタッフとかのパソコンとか携帯電話とかそういうのを押収して事実確認をしてほしいというような、いわゆる強制捜査をしてほしいということを今総務省は望んでないということですね。じゃあめちゃくちゃ大事なことですよ。望んでないと言いますか、だって、まあ、NHK に調査させても携帯電話の履歴とか調べられないじゃないですか。捜査機関じゃないんだから。どうしてそんな NHK の調査結果を待つんですか。そこはやっぱりあの NHK が、まあ、そこを実施主体としての責任を負っているかというふうに思って。じゃあホテルでね、ホテルの部屋に宿泊客が、まあ、国としたらお金置いてましたと、したらそのホテルの部屋からお金が持っていかれましたと。でもホテル側はいやいや清掃員が持っていったから今調査してるので待ってくださいって言われてるような状態ですよ。国が宿泊客でお金を持っていかれたとしたらね、普通自分の部屋からお金が持っていかれたら、はい、ホテル側の調査を待つ前に警察に言って部屋から財布盗まれたお金取られたって言いませんかっていう意味ですよ。これ間違ってないよね、今俺の例え。今は分かりやすいです。分かりやすいでしょ。すごい分かりやすい。何してんのって話ですよ。自分たちの名誉というもの、国の主権、領土が他国によって、中国によって奪われるための準備が始まっている、もうそれが行われた、国が損害を受けている、被害者国なんですよ。実行したのは中国籍の個人です。で、それを実施させたのは NHK という、まあ、委託先ですよね。その委託先にその中国籍の人間を捜査してくれ、調査してくれですよね。捜査できないから調査なんでしょ。その調査結果を待ってって言ったら、どん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 犯人がいなくなるし、犯人がお金を使ったりとか、そういわゆる事件がどんどん真実が暴けなくなるって考えないんですか、国は。それ、いや、それ考えてないってすごいですよ。まあ、この件に関しては、報道もやっぱり日数が経って少なくなってきているので、やっぱりこのまま何も動かないとなると、まあ、NHK も総務省も、このまま時が経って、まあ、下火になるのを待っているのかっていう感じに見えるんですよね。まあ、それはまあ戦略としては、ね、まあ、そうかもしれませんけど、やはりこれは税金が投入されておりますので、はいはい、やはりその、まあ、そういう態度としてはちょっといかがなものかなとは思うところですね。まあ、これはやはり、そうですね、あの、まあ、総務省さんの、まあ、態度もありますけれど、やはり与党自民党さんのですね、まあ、そこもあの強い姿勢をですね、求めたいところでございます。まあ、でもあのやはり、まあ、総務省さんとしても国際放送の当事者としてやはり国葬はですね、はい、刑事国葬は、まあ、するべきであるとは思います。まあ、もし場合によっては仕方ないで国民が告発するしかないっていうことですね。もう我々が告発するしかないんだよね。そうだとね、当事者として今告訴する検討されてないということでいいんですね。現在はやはり国として犯罪被害の当事者として、はい、っていうことはないんですよ。
可能性としてはあると思います。今ね、今可能性としてはあるんですけど、現在は検討されてないです、ね。検討してるっていう状況はご存じない。今、現にそれをやろうとしているっていうことではないですけれども。いわゆる NHK が訴える場合は、偽計業務妨害か、ないしは威力業務妨害だと思います。はい、で、国が訴えるとすれば、これは、まあ、同じことでしょうね。うん、偽計業務妨害で受け入れる。NHK を国葬、非国葬人ですね。NHK が犯罪者として、だって結果として出したのは NHK であって、放送出したのは NHK ですから、そういう意味では NHK をいわゆる犯罪者というか被疑者というか、まあまあ法律用上は NHK を非告訴人とした告訴状をやっぱり提出されることを強くまずここで望んでおきます。でそれがまあ一定期間行われないようであれば我々の方で告発ということをちょっと報道に出ます。はい、まあ、一定期間といってもまあ1ヶ月ぐらいですね。もうさすがに待ってても告発書をちょっと集めます。はい、まあ、これは逆に国が告訴されないということであれば NHK と総務省あるいは国、まあ、総務大臣か国となればひょっとしたら、まあ、ちょっと法務大臣になるかも分かりませんが、まあ、多分総務大臣になると思います。ちょっとそれは告発の対象として考えていますので、それをちょっと書いてお伝えください。はい。で、次に、再発防止策なんですが、はい。その前に、処分なんですけど、行政処分は下さないんですか、これ。いわゆる、普通の会社、お店でもそうですけど、食中毒を出したら、業務停止1週間とか、あるじゃないですか。はい。何か問題を起こしたら、はい、仕事をさせない期間っていうのが、それは個人であっても、今回 NHK はその対象にならないんですか？そこはですね、はい、まあ、報告を今求めているところなので、はいはい、それを見て判断かなというふうに考えています。報告を待つ理由は何かあるんですか？結果はもう出てるじゃないですか。だから結果があったらまずは業務停止をしてから報告を待つという順番じゃないですか。通常の、まあ、食中毒の例を例えて悪いんですけど、食中毒を起こしたらもう報告するまで弁当を売ってもいいよとか食事出してもいいとならんですよ。まあ、原因の部分でありましたりとか、あとその再発防止がどれだけ実効性のあるものか、やれるのかといったようなところも踏まえてそれを考えていかないといけないなというふうに思ってますので、それはどっちかっていうと刑事処分とか民事処分を下す場合じゃないんですかね。行政処分って可及的に速やかに、まずはだって今 NHK 放置してたらまたやる可能性ありますよね。それって大事なんじゃないですかね。食中毒出したから営業止める、原因は後から報告を待ってやるじゃないんですか。それはそういうもんじゃないんですか。行政処分って僕間違ってるんですか。そうじゃないですか。やっぱり原因を確認してから営業停止なんですか。例えばお弁当屋さんっていうのに今例えましたけど、はい、それは総務省は NHK の電波を止めるっていうか、はい、営業停止ですよね。いわゆる電波を止めるっていう権限ありますよね、総務大臣にはね、はいはい、それの命令を出すっていうか判断をするっていうのは、はい、原因、まあ、事実が発生したら、はい、その事実が重大であれば直ちに電波を止めることはできないんですか。ですね、そこは、まあ事案、まあ、その当然事案の中にもありますけど、はいはい、あとは、まあこれが繰り返しですね、起きえるのかとか、再発防止策ないのところとかを見て、うん、判断をするっていうことになっておりまして、だから事実が起こったからすぐに止めるっていうことはしない、できない、どっちですか。そこはできるけどしないのか、もともとできないのか。ですね、そこは今申し上げたようなルール状況をですね含めて判断をするっていうふうなことにこれまで
しているということです。できるけどしないということですか。どうせ結構大事なできるけどしない、まさにそうできるけどしないのか、はい、できないからやれないのか。だからできないんだったら法律改正。あ、できるんですけれど。あ、やっぱできるんですよ。で電波停止はできるんですけど、そのできるかどうかを聞いてるんじゃなくて、はい、直ちにできるかどうかですよ、はい、要は車を運転しました、人を跳ねました、で相手が死んじゃいました、はい、通常道路交通法違反で逮捕しますよね、はい、その人の運転すらできないにしてしまいますよね、はい、でその後裁判して有罪かどうかを決めますよね、はい、同じように NHK の電波を止めることができるのは分かったんですが、はい、それがあのいわゆる総務大臣の、あ、これは危ない、また中国人が NHK の電波を乗っ取る可能性があると判断したら、はい、すぐに止めることができるのか、はい、それとも所定の手続きを取ってからじゃないとできないのか、どっちかを聞いてるんですよ。あ、はい、あのそこの判断、あの判断材料としてですね、その今おっしゃったこれがまたあの繰り返し繰り返しあの起き得るものかですとか、あのその再発防止策が十分なのかとか、まあ、そういったところをあの、まあ、考慮してあの判断をするっていうようなあの運用になっているというところです。運用ですよね、はい、何度も言いますが運用聞いてるんじゃないですよ、法を聞いてるんですよ、法令を、 法の作り、法はあのできる、直ちにできるんですね。そこ大事です、はい、できる規定ですよね、はい、そこ大事なんで、それを聞いてあったんだよね。いや、それがもしできないんだったら法改正しなきゃいけないんで、できるけどこれまでの運用やってないし今回もやらない、今のところやってないっていうことでいいんですよね。今のところはやってないということです、はいはい、すごく重要なところで、じゃあ次やったら止める、止めてねってお願いをしておいてください次やるよねってなる、次間違いなくやると思います。形は変わるにしても、うん、とすると次のまさに再発防止策について、あ、まあ、NHK からは事前収録をしてですね、収録したものをまあ、チェックしてからオンエアするとかっていうことを言ってるんですが、そんなことをしてもあんま意味がないと思っていて、そもそも日本語が話せる中国籍の人を採用するんじゃなくて、中国語が話せる日本人を採用すればこと足りると思うんですね。で NHK に聞いたら、その雇用の関係で職業判定法と労働基準法のそれぞれ第3条の関係で、国籍によって職員を差別しちゃいけないから、そんなことはできないって言われたんですけど、それは総務省としていかがなんですか、その見解は。まあ、ちょっとそこ の, あの職業判定法とか労基法ですかね、うん、の部分はちょっと、はい、総務省としたらコメントが難しいです、うん、あのまずはこの再発防止策について、はい、NHK から聞いてる内容は当然総務省さんにも NHK が言ってるわけですよね。具体的には事前収録をするとか AI に切り替えるとか、そうですね、そういうことですよね。で、まあ、AI に全部切り替えるんだったらそれはそれでいいと思うんですけど、そんなことして NHK の職員全部クビにせえぐらいの感じなんですが、まあ、全部減らせって感じなんですけど、そのやっぱり再発防止策は直ちに中国籍の人を生放送できない状態にするじゃないんですか。これ以上でもこれ以下でもないと思うんですけど、そこは総務省さんはこれでよしと考えてらっしゃる。 NHK のそのいわゆる事前収録にするとか、だって事前収録したところでですよ、中国人が NHK の中にいるんですよ意味分かりますよ、ね、そこはですね、まあ、それで十分なのかっていうところはよく確認していきたいと。十分じゃないことは多分多くの人が分かりません。だってスタジオ生放送 NHK はこれ全部を事前収録するってわけじゃないですよね。国際放送、国際放送ですよね。ですね、とりあえず聞いているの、はい、なんでそんなことで許すんですか。 NHK って生放送いっぱいしてるじゃないですか、はい、国内放送、国内放送やってますよね、はい、それ事前収録にしないと、そのスタジオに入っていって中国籍の人が中国、尖閣は中国の領土だって言ったらどうなるんですか。スタジオ入っていけるって言ってますよ。で中国籍の人が何人いるかそれは把握してないっていうかお答えできないって言われてます。再発防止策になってます。そこはそうですね、まあこれから聞いていこうというふうに思っているんですけれども、
そこの今おっしゃったような地で、その国内放送のその生のスタジオのところに入れないようにする措置ができているか、十分かどうかとか、まあその辺とか、そうですね、例えばですね、まあそういうところも確認する必要があるというふうに思ってます。確認してほしいことに私の方からも追加させてもらうと、山田義彦さんという東海大学の教授がですね、言ってたことなんですけれど、はい、NHK 国際放送の中国語の話者の方、はい、まあ、中国籍の方なんですけれど、はい、まあ、毎月、まあ、月に1回ですね、日本の中国大使館に、まあ、行って話をしているっていうことをですね、インターネット番組で言われていたんですね。あ、まあ、なので、まあ、先ほどからね、中国籍の方を雇うのは問題だということはですね、まあ、指摘されてさせていただいてたんですけれど、はい、まあやっぱり、まあ、別にその中国籍の方が中国大使館出入りしてても、まあ、全く不思議じゃないとは思いますけど、やっぱり国際放送をですね、やっぱり日本の国際放送ですので、はい、まあ、そういうことがですね、まあ、あるべきではないとは思いますので、ちょっとその点は確認してほしいなと。わかりました。はい、承知いたしました。はい。まあちょっと聞きたいことはあるんですけど、その総務省から NHK のその行政指導というのは、はい、そういう形は誰から誰に行われる形になるんですか、具体的には。ですね、まあ過去の事例ということで申し上げます。と、まあ、いくつかパターンもあります。大臣から、する場合もあります。いや、今回の大臣、あ、今回ですか、はい、まあ、今回は検討中というところです。それもまだ決まって、はい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 、大臣名、局長名、まあ、やる場合はですね、まあ、いろんなパターンがあります。ちなみにその国際放送のその金額、あれいくらでしたっけ、補助金。ですね、38億か、そうですね、36億、テレビとラジオ合わせてですけれども、そうそうそう、のぐらいです。それの内訳って全部出してくださいって言ったら全部出るんですか。具体的には金額ですね、そうですテレビはいくら、ラジオ、あ、それは大丈夫です。そ、はい、の内訳っていうのをちょっと出していただきたいっていうところ、はい、だから要は今、すみません、メモに見させていただければ、はいはい、この場でお答えできると思います。要はその金額が、はい、中国関連、中国組織に行ってないかっていうところまで、はい、総務省は多分チェックしないといけないと思うんですよね。要はグローバルサービスでしたっけ、グローバルメディアサービス株式会社ですよね、うん、あの会社の社長さんも一切今回出てきてませんよ。だからあの会社の実態もよく分からないし、あそこの責任がどういった形に取るのか、なんか総務省からしたら NHK 挟んで一個子会社になるのでなかなか行きにくいかもしれないんですけれども、はい、やっぱそこが全く出ず、そこの責任追及も出ずに、なんかこう NHK がすいませんすいませんっていうのでなんかごまかしてて、その会社自体大丈夫なのかなっていうのももちろんありますし、そこは多分相当目を光らせないといけないと思うんですよね。わかりました。もちろん我々としてはやっぱり総務省はやっぱり国の代表してるので信じれるんですよ。ただ我々の立場からするとそもそももう NHK が信用できない、さらにその子会社とかになって奥になっていくとさらに信用できない、信頼できない組織になっているので、これは多分我々の党と総務省が一緒になってしっかり責任追及をしていかないといけないことだ。丸投げじゃなくて、ある意味こう NHK 党って名乗っている我々としては NHK 問題は徹底的にやっぱりやるという立場ですので、そこの子会社までしっかりその予算も含めたところで本当に誰にいくら言ってるのかっていうところまで全てちょっと把握をしていていただきたいなというふうに思います。すみません、金額のところ今申し上げます。2024年度今年度の予算でテレビの方で 26.3 億円、ラジオの方で 9.6 億円でございます。はい、その金額をできる限りちょっと詳細に教えていただきたいなというところを、はいはい、多分お金を追っていけばよくある話で、はいはい、どういうところにつながってくるのかっていうところが分かると思うので、徹底的にやっぱりお金を追うっていうのは総務省としては捜査権がなくても調べるっていう、はい、調査っていうところで言ったら多分いけると思うので、はいはい、
調査をしていただきたいなというふうに思っています、はい、あとですね、はい、あの総務省のですね、はい、公共放送ワーキンググループですね、はい、まあ、ちょっとお伺いしたいんですけれど、はい、あのまあ、ことが起こったのが8月19日で、